こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は考えを書かせるときタイマーは使えませんねという話をさせていただきますえっと私はですね体育の授業を除けば授業中にタイマーを使うということはほとんどないですね教室の前面には時計がありますからそれを使えばいいんですね 先生方の授業を見ていると、タイマーを使うのに何が一番多いかというと、例えばね、考えをノートに書きなさいというのは作業 C ですね。大体いい基本は5分間です。じゃあ、その5分間の間に何をするかというと、作業に取り掛かっていない声子に声をかける。ここのね考えの把握をする。そして学級全体の進捗状況の把握と。ですから、子に関わりながらも常に全体にね、えー 気をつけて進捗状況を確認しながらどこでストップをかけるのかっていうことの判断これ教師にとって非常に重要な力ですこの力がねタイマーを利用すると落ちてくるように私は思えてならないんですねえちなみに私は子どもの手や顔の動きを見ていて顔がね大上がってくると作業が終わったっていう一つのサインですよね 8割ぐらいの子どもの顔が慌がてきたところで、はい、じゃあね、今も今まだやってる人いると思いますが、ちょっと手を置いてくださいというふうにして、次のね活動に移ることが多いです。この方がね空白時間を生まないで進むと思います。この空白時間を生まないっていうのは、授業の中でとても大事で、たとえ10秒であれ、20秒であれ、ね、子どもが何をしていいかわからない時間を生み出すというのは良くないです。えーまあ とっても、ね、この空白時間をなくすっていうのは難しいことなんですけども常にそれを意識してるってことが全体を把握する上でとても重要だと思いますそういった感覚っていうんですかね力をこう身につけていくために大麻をね私は使わない方がいいと思いますね若い先生にもね子どもの様子を見て、えー、次の指示出しなさいっていうふうに話をしていますはい1、えー、つ思い出しました 大麻、えー、をね、黒板に貼り付けとくと、それをおもちゃにする子がね、出てきますね。それ、授業中でもね、勝手に大麻を止めに来るなんてこともありました。そう考えると、できるだけ余計なものは黒板に貼らない方が私はいいと思いますね。ご、はい、ご視聴ありがとうございいました。先生方のの教師力向上のお役に立てば幸いです。